あいつが待っている。あれが帝都、目的地さ。まさかあんなに。これは金属製の扇、鉄線というやつか。何が起こっている。距離を取れ。体勢を立て直してから全員で一斉にかかるぞ。霧が出てきたな。奇襲を仕掛けるにはご都合か。あの仮面、あのお方、まさかアシトラ様。おう、同じく何やら画策している奴がいるようだな。面白い。どこまでやれるか見せてもらおうではないか。ミノヤ、こいつを食らえ。これ死刑。耐えられるから。なんじらの力の解放を許可する。我は鳴神なり。あくるかよ、無休なる力もて、我に雷神を喜ばせたまえ。おまけだ。どうだ、今度まとめて叩き込む。ウルール、サラナ、警戒をゲントせよ。はい、御心のままに。扉を開く。総員、隔壁陣展開、急げ。追い詰められた時、果たして何を見せてくれるのか。さあ、次の手はまだか。もっと俺を楽しませてくれ。しかも吐くとはな。お嬢、そいつなんですかい。姫殿下もあの方たちもまだこのことに気づいていない。誰、この首くれてやるわけにはいかぬ。あくるかよ、扉となりて根源への道を開け放て。見るな。歌われる者、偽りの仮面。言っておくが、こんな無茶は今回限りだったな。どうか気をつけて、無事に帰ってきて。ここも行ける。兄様を侮辱した当然の報いなのです。言い訳はせぬ、逃げもせぬ。友を信じずして何を信じるというのでおじゃる。私がいないとダメとは仕方のないやつだな。ここまで無茶ぶりを要求されるとは想定していませんでしたよ。あんたらに恨みはないが、死んでくれ。すべてはアレジ様のために。戦の最中に嘘にはダメよ。その期待、きっと応えてみせます。シミュレーション RPG 歌われる者、最新作がプレイステーションで登場。
個性豊かなキャラクターたちが喋り、ドラマが進行していく。前作でも好評だった電撃システムが進化。円に合わせてタイミングよくボタンを押すことで、個性豊かなキャラクターたちがド派手な技を繰り出す。攻撃を受けるときは電撃で対応することができる。電撃と同様、タイミングよくボタンを押して敵からの攻撃を軽減させよう。キャラクターが気力全開状態のときは電撃を最後までつなぐことで必殺技を放つことができる。華麗でド派手な必殺技を駆使して勝利へと導け。まさに絶好調。ここは任せろ。もう一丁メイドの土産に見せてやる。勝った。